ヒカキン TV Everyday。 Hello YouTube。 どうもヒカキンとセイキンです。はい、皆さん、パクチーって食べたことあります？あります？あるよ。まあ、正直ね、この兄弟ね、パクチーのこと非常にやばいと思ってるんですけど。そうね。まあ、癖が強いからね。ね。で、結構食べたことない方多いんじゃないかなって思うんですけど。食わず嫌いって人もいるんじゃない？多分。まあ、で、あと、てか、この近年でね、近年じゃない流行り出したの？そうでもない。まあ、一般的にそんなにね、メジャーに使われる食材ではない。ないよね。僕、初めて食べたの多分1、2年前ぐらい。で、ちっちゃい頃から例えばさ、セロリが苦手な人とか多いじゃないですか。セロリとか。まあ、いるよね。パセリとか。もうね、ああいうレベルじゃないの、全然。レベル違うの。そう。っていうのも、うちの母親ってなんかもう何でも食えるような人なんですよ。なんか別に雑食系大丈夫だわ。その母親が「あっこれはダメだわ」っていうくらい癖が強いんですよ。まあそうだね、匂いとかが結構きついからかなり強い。もしかしたら慣れてきたら美味しく感じるのかもしれないので、今日はこれを2人で食べたいと思います。よし、ペヤングパクチーマックス。パクチーマックスやばそうだな。今読んで知ったわ、これ。パクチー焼きそばじゃないんだ。そう、パクチー味じゃなくてパクチーマックス。やべえな、これ。極まってきたよ。そうだね。ちょっとじゃあ作っていきましょうか。よし。最近いろんな味の焼きそば出てるよな。これか。あ、それね、粉末みたいになってるけど、そう、それがパクチー。そうだね。フリーズドライでかなりの量が入ってんだから膨らむよね、多分ね。フリーズドライでこの量だから多分相当な量になりそう。あ、香りはね、まだしない。これお湯につけたらくるんだな。ちょっとまだなんかウーロン茶みたいな、なんかお茶のような、お茶の匂い。あ、全然香りはしないですね。じゃあ作っていきましょう。あ、でもまあ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 、ちょっと苦味。これ火薬だから入れていいんだよね、先にね。入れていいんじゃない？間違えるとやばいからな。合ってる合ってる。そうだね、本当にこのパクチーだけを入れて。はい、それでは火薬のパクチーをイン。はい、パクチーイン。こうやって見るとでもそんな大したことなく見えるんだけど、これがね、お茶みたい。どれくらい膨らむのかって話だよね。いや、これお湯をイン。さあ、どうでしょうか、どうでしょうか。あちゃちゃちゃあちゃ線まで入れたらあちゃ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 あちゃ。オッケーオッケーオッケー。めっちゃ飛んでんだよ、指に。しょうがねえだろ。ほら、お湯がほら。ああ、もう。それはいいわ。はい、3分待ちましょう。はい、はい、3分経ってお湯捨ててきました。開けましょう。ああ、固まってるな。うわ、おお。え、やばい、やばい。あ、ああ。これね、表現の自由ということで、このね、この香りってね、僕からするとね、カメムシの香り。そうなんだよ。その通りなんだよ。そう。それは前から知ってたけど、その通りの匂いだね、これ。やべえ！で、これに最後にこのなんか、特製ソースみたいのをかけます。やばっ！これは結構、これハードル高くなってきたね。でも世の中ではこれ何？パクチー料理専門店とかあるわけですから。まあ好きな人はだから好きだからね。そう、パクチーそのまま食ってる人とかいるんだよね、こうやって。むしゃむしゃって、こうヤギみたいにさ。知らんなよ！あ、え、待って！あ、これソースやばくね、これ。ソースやべえ。ああ、こういうことか。これパクチーソースなんだ。こういうことか。チーパクソースか。これやべえな。今やばかった。ちょっとね、食欲メーターが 0.2 ぐらいまで下がっちゃった。あ、ね、今ね、カメラ回してないところで多分いけんじゃねって言ってたんですけど、やばいかもしれない、これ。ソース普通じゃないんだ。あ、やべえ。ソースの方がちょっとくせ者かもしれない。そういうことね。あー、こんな香りめっちゃ強い。こんな感じです。さあ。じゃあよく混ぜてね。あ、やべえ、これやばいな。これ予想以上だね。意外といけんじゃないと思ったけど、これは危なくなってる人がいるよ。やべえ、危なくなってる。匂いだけでちょっとうぷってきた。やばい。これでも匂い嗅がなきゃいけんじゃない？僕の予想、100人に3人くらい。普通に食べるの。うっそ。そんな比率かな、パクチー好きって。いや、これを全然いける、俺結構好きだわっていう人はそんくらいだと思う。ね、そう。わ、これやばくない？やばい、もうこの辺でも香りがね、やばい。ふってくるもん、これ。やばい。じゃあ行きましょう。これ行きましょう。結構きついぞ。少ないんじゃないの？ちょっととビビりだしたよ、これ。いきますよ。いただきまーす。いただきます。よーい、スタート。これはごちそう、ごちそう、洗脳、洗脳。これうまい、最高。100万円。ああ、体が健康になっていくよ、これは。これやばいな、やべえな、これ。なんだろうな、母ちゃん声だけ出演、ちょっと母菌にちょっと声だけ出演、これ一口食べてみて、ちょっとマジで香りと、あ、映んなくていいから別に。まず、じゃあ香り。あ、そんな近くで書いてある、やばい。一口食べてみて。これちょっともうちょっとしか食べてないじゃん。無理無理、ちょっと無理、私ちょっと無理。もう何、ちっちゃい頃何食べて生きてきたんだっけ。山の奥でなんか食べてきたでしょ、熊の肉とか。それは食べてないんじゃないの。食べたんじゃないの。小さい頃ウサギとか熊の肉食べたことあるでしょ。その人で食べれないんだよ、これ。しかしながら最近ヒカキンのパワーはこっからだ。レディファイディア。新しい一口を入れるのがかなり恐ろしい。すごいわ、これ。入ってきた瞬間のなんだろう、苦味というかさ、臭みというか。はい、続きましての声だけゲスト、ポンちゃん、セイキンの奥さんでございますが、ポンちゃんは、パクチーはどうですか。食べたことない。食べたことない。味もわかんない。おお、いいゲストがいるじゃないか。じゃあ、いいよ、俺のやつ。じゃあこれ美味しいよ。あれあれ、匂いを平気そうな顔で。え、平気そう、平気そう、え、平気そう、平気そうじゃないよ。あれ普通そんな。ペペロンチーノみたいな。ペペロンチーノ。ペペロンチーノってどういうのだっけ。あ、違う、なんだっけ、あれ緑のバジル。バジルパスタ。バジルパスタ。バジルパスタ大好きなんだけども。大丈夫？大丈夫な人がいた。これはもしかしたらあと数ヶ月経ったら食卓にパクチー料理が並んでくるかも。やめてくれよ。パクチー料理やめてくれよ。きついでしょ。ちゃんと規制しとかないと。パクチー禁止だから、うちは。パクチー禁止だね、これ。美味しくはない。美味しくはないけど。美味しくはないけど。まあ別に。食べろって言われたら食べる。やっぱり100人に3人じゃないね。もっといるよ。100人中20人ぐらいいけんの。5人に1人ぐらいいけんのかな。いけんじゃない、多分。信じられんな。それぐらい調査して作ってんじゃないの、これ。ペヤングさんはどういうつもりでこれを作ったんだろうね、これね。美味しいと思って作ったのか、それともやっぱり派手に行こうぜっていうことで作ったのかもしれないしね。でもないからね。まあ他にないからね。新しいものを作るということでね。今まで生まれて生きてきてトップ10に入るヤバさだと思った。かなりこれは癖を強めに作ってますね。コンビニで売ってる商品の中では1位かもね、これ。ってぐらい結構極めてると思う。Today's せいちゃんズポイント。5点です。5点。十分だと思うよ。そんなもんでしょう。まあでもこれ我々苦手って分かって食べたから。そうだね。まあもっとこれが100点って人もいると思うんですよ。もしかしたら、いやもうね、100万点っていうパクチー好きの少数の人向けに作られたものだと僕は思う。そうだと思う、きっと。普通のペヤングは食べたい。そうですね、普通のペヤングめっちゃうまいからね。口直しにペヤング食べたい。口直しにペヤング食べたらいいじゃん、おかずこれ。はい、というわけでぜひ機会があったらこのパクチーマックスペヤング食べてみてください。勇気がある人はね。はい、このヒカキン TV ぜひぜひチャンネル登録お願いします。本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。じゃんけんタイムいきますよ。最初はじゃんけんポン。バイバイ。